やあ。リーナ先輩。だが。なるほど。そうだ。それと、よし。え？ん？ありがとうございます。キリト、だいぶ上達したな。渇水の構えも様になってきた。いえ、先輩みたいにうまく受け流すまでにはなかなかなれません。使いこなせるに越したことはないが、問題はないさ。キリトの剣は私以上に攻めの剣だ。攻撃の力を伸ばしていくことがさらなる上達への近道だろう。剣を交えるたび、お前のアインクラッド流は進化していく。毎度お前には驚かされるよ。さらに進化しないといけませんね。リーナ先輩をもっと驚かせるために。休憩してからまた再開しようか。検定試験では持久力も要となるからな。わかりました。お前も飲むか。水なしでは干からびてしまうぞ。ありがとうございます。お前とはもう半年以上の付き合いになるな、キリト。ねえ、なんだかあっという間でした。それでもお前は変わったぞ。入学試験の時より顔立ちまで大人びたような気がする。あの、リーナ先輩？なんだ？なぜ先輩は俺をそば好きに選んでくれたのですか？それはお前の剣、アインクラッド流の剣風に我が流派セルルト流に似たものを感じたからだ。つまりアインクラッド流が実戦向きの剣術だからですか？ああ、だが我がセルルト流もキリトの剣に比べればまだ硬いことをお前と剣を交えて思い知ったよ。そしてお前は入学試験で試験官と誰よりいい勝負をしていた。実はお前をそば好きに指名するにあたってはちょっとした慣習破りをしているのだ。慣習破り？先輩が？ああ、貴族の子女がそば好き連署を選ぶときは同じ貴族の、しかし等級が自分より低いものを指名するべし。そんな慣習があるのだよ。私がお前を指名したときは
上級貴族代表どもが寮の部屋まで抗議に来たものさ。知りませんでした。それでも私はお前の剣のすべてを知りたいと願ったのだ。わかるな、リーナ先輩。話しすぎてしまったな。そろそろ再開しようか。今度の検定試験は3回目。お前だけでなく他の修験士たちも力をつけている。油断せず対策を行って勝ち進むことだ。このまま実力を磨けばお前と裕次郎は昇級試験で上級修験士になれると考えている。はい。数時間後。どうしたのキリト、ぼーっとして。え、ああ、少しメディナのことが気になってさ。メディナのこと？もしかして喧嘩でもしちゃったのかい？まあそんなところかな。気になっているなら早く謝って仲直りした方がいいよ。メディナはキリトと違って繊細そうだし。まあそうだな。で、俺がいかにも繊細じゃないみたいな言い方だな。だってキリトは結構大雑把でぐいぐい人に踏み込んでいくじゃないか。僕相手だったら特にそれで問題ないけど、慣れていない人は驚くことがあるのかもしれないよ。まあ否定はできないかも。でもメディナはあの時確かに怯えていた。あの顔も声もメディナらしくなくて心配で。わかった、早めに謝りに行く。というか話をしに行く。うん、それがいいと思うよ。どうして食べてくれないの？よう、メディナ。お前、あれ、なんかこいつ今日元気ないな。餌残してるし。近頃具合が悪いようだ。原因はわからないが。そうか、獣医なんて天職はこの世界にはないだろうしな。どうしてここに来た？関わるなと言ったはずだ。え？いや、メディナにちょっと頼みたいことがあって。何？その…そうだ、立ち会い。俺と立ち会いしてくれ。恐ろしいほど唐突だな。一体なぜ？試験がもうすぐだし練習したいと思ってさ。メディナの剣はすごいから対策にぴったりなんだ。構わない、付き合ってやる。だが手加減はなしだぞ。
私の剣に耐えられるか。やっぱりメディナはすごいな。下段構えからの攻撃も完璧に回避できるなんて。また腕を上げたんじゃないか。この回避は父からの受け売りだ。正確にはオルティナノスケ代々に受け継がれたものだ。オルティナノスケってすごいんだな。オルティナノスケは古きより武術に優れ、ハイドルキア流の非奥義を極めてきた。技を最古より自分のものにしているがゆえに熟練度も高く、それを代々受け継いできたのだ。第三代目当主が非奥義天山烈波を発見して自分のものにした。メディナ、すごく早口になってないか。なんだ、気に入らないのか。いや、メディナが楽しそうだからよかったよ。楽しそう？私が？ご先祖様のこと喋ってる時、すごく楽しそうだった。メディナは本当にご先祖様を誇りに思ってるんだな。ああ。あのさ、メディナ。なんだ？この前は悪かったよ。急に何を言うかと思ったら、少し無神経だったよ。メディナの問題なのに踏み込みすぎた。それでも友達が殴られたりするのを見て黙っておくなんてできなかったんだ。だからそれについて謝る気はない。結局どっちなんだ。謝っているのか謝ってないのかさっぱりわからない。そうだな、もう俺もわからないよ。まったく。別にお前は悪くない。あの時は何より自分に苛立っていた。ただそれだけだ。なあメディナ、聞いていいかな、あいつのこと。
あの男は私の婚約者だ。婚約者だって？婚約者なのに。なぜあんなことをするかって？あの男の家は過去、オルティナノスケの配下を務める一族だった。だが、オルティナノスケが欠陥品と呼ばれるようになって以来、奴らは何かとオルティナノスケにきつく当たり出してな。だからメディナを引っ叩いたりするっていうのか。そんな奴の言いなりになるなんて。夫となる者には従わなければならない。それに奴の一族は皇帝主催の議会にて発言権を持つ。報復されるのが私だけならばいい。だが私の振る舞いはオルティナノスケに関わる全てに波及してしまう。だから機嫌を損ねるわけにはいかないってことなのか。ああ、それに逆らってもっとひどい目に遭うのは耐えられない。あの時と同じ顔だ。一体何をそこまで恐れているんだ。メディナ。だから私は入学試験で手を抜いた。入学してからもそう。あいつに勝てば何をされるかわからないから。情けない話だがな、ご先祖様が見たら悲しまれるだろう。やっぱりそんなの変だ。全然メディナらしくないよ。私らしくない？戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言ってあんなやつので払いのけろよ。間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。キリト、お前は本当に馬鹿正直で裏がないんだな。まるで。オルティナノスケの家訓は強く正しくあること。心の中が常にそうあれば恥じることは何もないんだ。おい、バカってなんだよ。バカ正直とは言ったがバカとは言っていない。人聞きが悪いぞ。心配しなくても、私は上級修験士を目指し、最後の試合ではあいつを打ち負かして聖豪騎士になる。今はその日のためにおとなしくしているというだけだ。あんな奴を婿に迎えずに済むようにな。そしてオルティナノスケの名誉を取り戻すために。そうか、だったらいいけど。そのためにも私は自分を鍛え続ける。
いかに横暴な態度を取られようと戦いの腕を鍛えることは止められないからな。なるほどな。そうと決まれば早速だ。もう一度勝負しないか、メディナ。今度は俺も本気で行くからさ。さっきは手を抜いていたとでも言うのか。まさか、もっと本気になるってだけだよ。望むところだ。ではもう一度相手をしてやろう。キリト、次は実技の授業だよ。一緒に行こう。まあ、わかった。次は組になって上段二段構えからの回避の練習か。では、ユージオ君が先に守りをやってくれるかい？まあ、いいよ。どうしたんだ？先生、オルティナドス殿が守りの構えを取る前に切り込んできて。なんだと？違います、開始の合図は行いました。いた。てめえが減って。やはりオルティナノスケの出身というだけあるな。懲罰の対象とみなす。来なさい。教師までもオルティナノスケを差別するのか。そんな。わかりました。はあ、これで汚れた欠陥品と稽古しなくて済むわ。汚いやり方だな。そうだね。雨の放課後。さて、リーナ先輩との稽古も終わったし、帰るとしようか。あれはメディナ？おい、メディナ、どうしたんだよ。お前こそ。あれ、手に何持ってるんだ。別に。ん？水に濡れてボロボロになった本。いや、これはメディナの教科書。文字は滲んでしまったが、読めないことはない。でもこんなの禁忌目録違反じゃないのか。人のものを汚すなんて。汚していない。私の元を離れて一日が経過したわけでもないし、人のものを野ざらしにするなという法はない。本が濡れて使い物にならなくなったのも、たまたま雨が降ったという偶然がもたらした産物に過ぎない。
貴族たちの言い分はそうだってことか。欠陥品だろうと私も貴族だからな。その思考は理解できるよ。こんなのおかしい。先生にちゃんと言って。言ったところでどうなるんだ。あの教師の態度を見ただろう。ここにいる教師たちも皆貴族出身の者ばかりだ。欠陥品の一族の肩など何があろうと持ちたくないだろうよ。でも私にはもう関わらない方がいい。お前までとばっちりに会うぞ。ただでさえライオス殿やウンベール殿にお前は睨まれている。自分から墓穴を掘るのはよせ。